今日はあのマグロをちょっといただいたんで、さばいてくれたやつをさらにさばいていくっていう気まぐれクック風でお送りしたいと思います。なぜかこの尻尾も入ってたんだけど、これちょっと身ついてるから食べるかい、ということでこれからマグロをさばいていく。はい、まずは皮を剥がしていきます。なんか20キロぐらいいったかな、皮ここね、ちょっとね、皮の間の筋も切るんで、見えるかな、多めに、皮も多めに剥いでいきます。皮とね、身の間に筋がついてるんで、見えるかな？筋がついてるんで、ちょっと、なんて言うんだろう、身も、こうしとる感じで、皮を剥いていきます。もったいないけどね、身も少し切った方が、ほんと筋が取れて、美味しくなるんで、気持ちいいでしょ、これね。どう？みちこさん。聞いてる？こんな感じで、はい。はい、完成しました。マグロの三色丼、三色って言っていいのか、赤身、中トロ、ネギトロ、あとおまけで角切りのマグロ、これを食べていきます。まずね、わさび醤油かけます。赤身、これご飯と一緒にいった方がいいか、これめちゃくちゃしたダメだよ。うん、あのね、店で売ってるマグロと違う、あのね、めちゃくちゃしたらダメだって怒られてるもんだから、ちょっと頑張って食べます。新鮮、昨日まだ 何時間だ、まだ8時間経ってないかな、揚げてきてから、うまいです。でこれが中トロ、いただきます。の脂うまい。ということで、万が一マグロをもらった場合はこんな感じにして料理して食べてみてください。マグロ料理といえばお決まりの例のやつ、麦のやつ。麦のやついただきます。氷、7対3です。氷が3の、麦茶が7。いただきます。あー、うまい！ということで、あ、これはあれ、ちなみに、今車乗るんで、飲酒できないんで、車乗る方は、麦のやつにしてみてください。以上です。